お前がいなかったら、この全ての知識が。それでどうするつもりなんだ。自分がしている質問の意味が分かってるのか。ここにあったとして、私が見せるとでも思っているのか。あったとしたら、厳重な警備下で守られているはずだ。この地で最も腕利きの盗賊だって指一本触れられないだろう。誰に言われたか知らないが、できることはしよう。我々には膨大な書物がある。それに関しては我々が持っている全てを授けよう。だがあまり大した量ではない。だから期待はしないでくれ。ユーモアや憶測はなかなか面白くて退屈しないが、ほとんどは嘘だ。さあどうぞ。その上に何もこぼさないよう。前が書いたとしても関係。ああ、セプティマス・シグナスの著書だな。彼は聖槽の書の性質について熟知していたが、その随分前にいなくなった。もうずっとずっと昔のことだ。北の表現のどこかだ。ある古のドゥーマーの秘宝を見つけたと言っていたが、それもずっと昔のことだ。それからというもの、彼から音沙汰がないんだ。これよ、ドゥーマ。春劇彼方を。聖槽の書か、いかにも。帝国だよ。彼らはそれを持って姿をくらました。あるいはそう思っているだけかもしれん。彼らが見たものを持ってな。彼らが見たと思っていたものを持って。私には一つ心当たりがある。忘れられたもの、没収されたものだ。だが私は取りに行けない。かわいそうなセプティマスはな。なぜなら手が届かないところへ行ってしまったからだ。ああ、大丈夫さ。もうじき良くなる。そうすれば壁に囲まれた石からはみ出ることもない。ここだ。この次元だ。ムンダス、タムリエル。相対的に言えば。
すぐ近くにある宇宙論的な尺度で言えば全てが近隣なのだ。積み木はお互いを支え合っている。セプティマスはお前が欲しいものを与える。お前はその代わりにあるものを持ってくるのだ。このドゥーマーの傑作が見えるか。彼らの偉大なる知識の深淵だよ。セプティマスは人間の中では賢者だ。だがドゥーマーと比べればただの愚かな子供に過ぎない。ドゥーマーで最も愚かなものと比べてもな。だから彼らが聖僧の書の読み方を残してくれたのは幸運なのだ。ブラックリーチの深淵においてな。ブラックリーチについては聞いたことがあるか。ドゥーマーの町が眠っていた場所の上にある鋳造物、隠された知識が保管された憧れの戦闘深淵だ。暗闇の底、隠された砦、ムザークの塔、アルフタンド、穴の開いたところ、最初に侵入した時に軽くついて開いた穴、その境界まで進め、さすればブラックリーチはその先にある。だが誰もが入れるわけではない。情を緩めて死の岩の下を飛ぶための隠された鍵はこのセプティマスだけが知っている。二つのものをお前に授けよう。二つの形だ。一つは尖っていて、もう一つは丸い。丸い方は調律のためだ。ドゥーマーの音楽は柔らかくて繊細だ。彼らの知恵が施された門を開けるために必要となる。尖った辞典は刻み込むためのものだ。我々にはただの金属の塊だが、ドゥーマーにとっては知識の巨大な図書館となる。ただし空っぽのな。ムザークと空のドームを見つけろ。そこにある仕掛けが書を読み解き、キューブに知識を注ぎ込む。このセプティマスを信じろ。お前なら知ることができるだろう。
来ましたの。誰だ。またケナシ族が食べ物を探しに来たのか。だがこんな奴と一緒に閉じ込められた覚えはない。スクーマを取ったのはお前に。ん？いざ。どこ行きました。俺が望みか。